陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県宮古島の周辺で消息を絶った事故から今日で1週間を迎えます。依然乗っていた10人の行方は分かっていません。自衛隊のヘリが行方不明になってから今日で1週間です。今日も朝から自衛隊や漁船などによる捜索活動が行われています。6日に沖縄県宮古島周辺を飛行していた陸上自衛隊のヘリコプターが消息を絶ちました。これまでの捜索で消息を絶ったヘリのものとみられる機体の一部や乗っていた隊員のヘルメットなどは見つかっていますが、乗っていた10人の安否に関わる手がかりは見つかっていません。